日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ミスタードーナツの新商品、ビタメールというメーカーさんのコラボチョコレートドーナツ4品、そしてなんか菅田将暉さん主演ドラマとのコラボのパイ2種類を食べたいと思います。この前大人のポンデショコラ出たなと思ったらもう新作出てましたね。しかも今年もチョコ、なんか例年ミスドって1月にチョコレートコラボやりますよね。まあそれが面白いんですけど、はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのメンチカツカレーパイからいただきたいと思います。いや、あれだけチョコレート言っておきながらパイから食べて思ったのしませんが、ミスドおなじみの四角いパイですね。メンチカツとカレー合いそうな気はしますけど、ココイチバヤのトッピングとかもあります。ではいただきます。はい、続きましてはコロッケカレーパイ。メンチカツよりもコロッケの方がなんかずっしりとした重みがあります。なんでなんでしょうね。一般的に考えればメンチカツの方がずっしりとしてる印象なんですが、あなたはどうですか。ではコロッケパイいただきます。で、いよいよビタメールとのコラボドーナツなんですが、なんか種類がサンバ、ノアゼット、キャラメル、ミルフィーユって書いてあるんですけど、どれがどれなのかちょっとわからないんですね。多分これが多分サンバかノアゼットのどちらだと思うのですが、どう思うんですか。あ、まあ、ちょっとこの辺に出しておきます。ではいただきます。続きましてはこちらのピンク色が乗った一足早い春を感じさせるようなドーナツで、多分こっちはノアゼットじゃないかと思うのですが、まあなんとなく名前の響きですけどね。ではいただきます。それでこちらのちょっと上に茶色いクリームが乗っているもの、茶色いクリームから想像するとティラミスじゃないかなって思います。ほろ苦いのかな。それではラストはキャラメル。もうこれは見た目通りですね。ナッツも美味しそうです。キャラメルとナッツってなんか多いんですね。それではうん、最初に食べたカレーパイ2種類はどちらもカレーの刺激はそんなに強くなくて、小さなお子様でも辛いのが苦手な人でも食べやすい、よく言えば万人受けする、悪く言えばあまり尖っていないカレーでしたね。まあそれがミスドらしいのかもしれませんが、でそれぞれの具材の味もしっかり感じられたんですが、やはり重量感がある分コロッケの方がジャガイモの食感や風味を感じることができて美味しかったです。口の中で噛んだ瞬間にジャガイモが広がってきたんですよね。なのでパイ2種類の中ではコロッケパイの方が美味しかったので代表として4点とさせていただきます。そして残るビタメールとビタメールビタメールかビタメールとのコラボチョコドーナツ4種類の、まあ、最初に食べた、まあ、とりあえずサンバと仮定しておきます。サンバは上の方のチョコがコーティングなのかなと思ったら結構べったりとしたクリームでチョコレートが濃厚で美味しかったんですが、手にちょっとついてしまって食べにくいのが難点でしたね。濃厚さは感じられますが、フォークがあった方が良かったかもしれません。で、ノアゼットはなんか種類は分かりませんがベリー系のチョコレートが上に散らばっていて、その酸味がただ甘いだけのチョコレートとはまた違った美味しさを出していて良かったです。で、2、3番目に食べたのはやはり想像通りミルフィーユでした。ココアの苦味が甘めのチョコレートといい感じに融和して口の中で広がってきますし、かといって甘ったるくならないように程よいバランスでまとまっていて良かったです。最後に食べたキャラメルは、キャラメルは結構甘めでしたがチョコレートとはまた甘さが違うので、それお互いに喧嘩したり邪魔したりすることなくチョコレートとキャラメルの美味しさを感じることができました。ナッツの食感もザクッとしていて良かったです。もうちょっとナッツを感じたい気もしましたが、まあ、あくまで主役はキャラメルでしたね。で、この4種だと自分は難しいな、ダメです、代表は決められませんので、どれも美味しかったので今回のビタメールコラボミスドドーナツは全て5点とさせていただきます。
なんか甘い評価のような気もしますが、ドーナツだかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。